カラー印刷用のインク。左側から順に、マゼンタ、シアン、イエロー。カラー印刷用のイエローインクは、濃いオレンジ色をしている。1902年の三色版印刷、クマックは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4成分によって、色を表す、色の表現法の一種である。クマックは、シアン、マゼンタ、イエローと、キープレートから、 頭文字一字を取ったものである。キープレートは他の印刷の合わせになるバンのことで通常文字や図の輪郭を表す黒で印刷される。クマックの形がブルーと混同しないようにブラックの形を用いたものであるとか日本語の黒に由来するという説明は誤りである。ただしクマックはクマイブックと表記されることもあり、この場合の BK はブラックを指す。 毎日新聞のテレビ欄に印刷されているクマック、カラーチップ。左の重列は100%、右は50%を示す。コンマ数ミリ単位ではあるが、それぞれの色版の印刷に多少のズレが生じているのがわかる。クマックはクミーから派生した原法混合に基づく色の表現法である。理論上ではクミーによって全ての色を表現できるはずであるが、実際には クミーのインクを混合して綺麗な黒色を表現するのは技術的に困難であり、せいぜい鈍い暗色にしかならない。このため、プリンターなどの印刷機で黒色をより美しく表現する目的としてクマックが採用されている。また見た目の美しさ以外にも黒を表現するのに必要なインク量が少なくなるためにクミーの場合と比べてランニングコストが下がる。 乾燥が早く高速印刷に向くといったり点がある。なお、インクジェットプリンターなどでは、階調表現力を良くするために、通常のクマックに加えて淡いシアン淡い、マゼンタグレーなどの追加インクを使用する場合がある。これらは使用される追加インクの色やインクの数に、かかわらず、色の表現法としては、クマックとの違いはない。デジタルカメラなどで撮影された画像。 あるいはテレビやパソコンのディスプレイ上に表現される色はライトの発光を利用して色を表現する RGB 形式であるが印刷物ではインクによる光の吸収を利用して色を表現しているこのように画面と紙とでは発色の原理が全く異なるため RGB 形式の画像を印刷する場合は RGB 形式から CMAC 形式への変換作業が必要となる 原理的には、で RGB 値から、組一値が得られる。さらに K イコールミニッツを求め、で、クマック値を得る。しかし、この計算で得られた濃度を印刷に適用すると、一般的な RGB 色空間とクマック色空間のガンマ特性が全く正反対であることが考慮されていないこと、RGB とクマックそれぞれの補色の波長が一致していないことなどから、 印刷結果は全く期待通りとならない。このため、それぞれの色空間をカラーマネージメントシステムで補正する必要がある。通常の画面表示用カラーマネージメントシステムでは、実解像度をリアルタイムで処理すれば良いので精密に再現されるが、プリンターの場合には極めて高い解像度と非常に少ないインク液粒やトナーを制御しなければならない。ことから、 莫大な量の演算が必要になるため、事前に発色特性をサンプリングして作った多次元、ベジェ曲線等によって特性をシミュレートすることで演算を軽減するなどして印刷の速度を向上させている。完全な再現は基本的には不可能であることから、あらかじめ印刷対象がどのようなものであるかをユーザーが手動で指示したり、あるいはプリンタドライバソフトウェアが画像解析によって 印刷対象を予測するといった高度なシステムが実装されている。オフセット印刷では各色版の網点が重なり合わない。また各網点のもあれや気候模様が生じないように色ごとにスクリーン角度が違う。このうち Y 版は他の色に比べて干渉島を引き起こしにくいため、大色版の網点とのスクリーン角度の間隔はやや小さい。日本の生版印刷業界では 長らく YMCK という順番で呼ばれてきた。これは昭和20年頃までのオフセット印刷機でカラー印刷していたサイの版の順番が Y 版 M 版 C 版 K 版であったことに由来する。当時のイエローイン期眼料はクロム酸鉛系の透明度の低いものであり、タイルを隠蔽してしまう恐れがあったためで Y 版を先にする必要があった。 後に登場したジスアゾ系顔料を使った透明度が高いイエローンキではすり順は逆に最後にするのが一般的で2013年現在のすり順は KCMY、CMKY である各色のすり重ね順はカラーマネジメントの上でもこの順で固定されまたオフセットンキ自体もこのすり順に適するよう調整されている日本国内の印刷現場ではプロセスカラーの墨を キープレート等とは言わず、墨黒、ブラックという。キープレートとはあくまでも、クマックという単語の形の由来であり、色そのものを表すものではないことに注意する。また、印刷実務では、CI、M 赤、Y 期ということも多い。ありがとうございます。